と緑と太陽に恵まれた触れ合い豊かな自立都市をキャッチフレーズに、安全で便利で快適な街づくりを進めています。埼玉県南東部の中核都市越谷市出身、三沢光晴の登場です。ノア東西線メインイベント、最後に入場は三沢光晴です。東京から25キロ圏内、人口31万人、埼玉県越谷市が生んだスター三沢光晴です。史上初となりました出身地別ノア東西線メインイベント、旗揚げから3年経ったプロレスリングノア、旗揚げのメインカードは三沢田植え組対小橋秋山、あの一戦でありました。今三沢リングイン。本日のメインイベント6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。ラコーナー三脚本の力雄たけし、相撲発祥の地桜井市出身、箱舟部屋力雄たけし、250本の秋山純、必死の隣泉にもだんじり祭りがあります。だんじりファイター秋山純、270本の小橋福知山三大有名人、明智光秀、元モー娘の中澤優子、そして小橋健太、中コーナー310本の森島武史、リファから歩いて帰れます江戸川区出身森島武史、265本の田植明、ダイナミック秩父田植明、255本の三沢光晴、越谷の貴公子三沢光晴です。レフリーは石川県金沢市出身の西永レフリーです。出身地対抗ノア東西線メインイベントを迎えました。こちら西軍京都大阪奈良三都物語、小橋秋山力雄、一方の東軍は東京埼玉首都圏ネットワーク三沢田上森島組であります。3年2ヶ月ぶりに小橋と秋山がタッグを組みます。秋山純そして小橋健太、この2人が同じコーナーに立ちました。30分の一本勝負のシックスメンタックマッチ、秋山が小橋に対して下がれと自分が先陣を買いました。しかし力雄に行かせます。なんとワイルド2でどうやら軍を聞くようです。東軍は森島、そして西軍は力雄、ワイルド2で軍を聞きました。30分の一本勝負メインイベントが始まりました。画面奥森島、画面右力雄、今コンタクト、まずは力比べか、森島が押していきました。ワイルド2の2人、この2人が対戦するのは6月8日あの選手会大会後楽園ホール以来ということになります。エルボー合戦、激しい当たりでいきます。バックスイングからのエルボー、振り返った力雄、森島を返していく。3連発からサイドのヘッドロックに捉えた力雄たけしであります。ロープに飛ばしたシャルダータックル、見応えがある。脇ナスリファー明け、今度は 森島が跳ね返した。頭をつけていきます。張り手とそしてエルボーの応酬、ヒートハップヒートアップしているメインイベント、ハッター、顔面ハイキック、森島が仕掛けた、力雄をかわしている、顔面。解説は浅田悟さんです。ワイルド2の対戦、非常に見応えがありましたね。ありますよね。まあ、今日東西戦ってことでね、はい、普段見られないようなカードが見えますからね。そうですね、普段絶対こういうカード組まないですからね、はい、さあ赤コーナー東軍は田植明です。田植が指差す先には、そうです、小橋健太。 10.24 広島大会でこの田植は池田と組みまして、小橋本田の持ちます GAC タッグに挑戦。しかしここは透かしていきました。秋山が入っています。田植選手はね、もう広島のタイトルマッチの方で頭いってますからね。前哨戦ですもんね、少しその表情から田植の気持ちが伝わってまいりました。田植と秋山が組んでいます。そういえば佐藤さん、はい、小橋秋山三沢田植というのはノアの旗揚げのメインカードでしたね。そうですよね、あれからもう3年ですか、早いですよね、
開始わずか2分で秋山が三沢をフロントネックロックで締め落として、はい、そしてこの田上からも勝利という華々しい、まあ、ノアでのデビューを飾った秋山純、三沢がいます、そして小橋がいます。ノア東西戦、東軍が田上明、秩父市出身、そして秋山純は大阪府の和泉市出身です。この田上のふるさと秩父といいますと、あの秩父鉄道ね、はいはい、SL 秩父号が有名です。日曜祭日を中心に運行されています。あの秩父の SL は煙を吐いていますから、なんとしてもこの田上火山も火を吹いてほしい。欲しいですね、あの鉄道のように ね少し欲しいですね。力強く、あー、いったー、あーっと、かわした、かわした。今ね、鉄道の話を佐藤さんね、田上さんがね、びっくりしましたね。大車輪で行きましたね、今ね。これはリングしたのは秋山、そしてリングの中には田上明です。 10.24 広島大会で池田と組みまして、小橋本田の持ちます GAC タックに挑戦します。普段はこうスロースターター気味な田上ですが、やっぱりもう 10.24 決まっているとなると、そうですよね、やっぱり目標がありますからね、田上選手も、ね、それに向けてコンディション作るの非常にうまいですからね、あの いつもは秩父のセメントのように固まってましたからね。いやー、そんなことないと思うんですけどね。さあここで三沢です。あー、そして秋山から小橋へ、三沢と小橋です。熱気がボルテージが上がってまいりました。三沢と小橋、埼玉県越谷市出身の三沢光晴、そして京都府福知山市出身の小橋健太であります。体を入れ替えた三沢、クリーンにブレイクしました。ブレイク一つもなんか緊張感がありますよね、やはりこの三沢小橋というものは違いますね、あの 3.1 日本武道館では激闘がありました。逆水平とエルボー、二人の魂がぶつかっていきます。三連発でエルボーをぶち込んで、そして三沢が返された、小橋が仕掛けている、逆水平胸に受けました、その後にドロップキック、珍しい。さあそして今度は三沢が取る、スライディングキック、跳ね飛ばされた小橋、チャンピオン。さあそしてもう一度三沢、距離を測った、いったー、エルボー推進だー。そしてリングの下に秋山が来ている、秋山を飛ばしていった、エルボー、わ、重みのあるエルボー。三沢選手エンジンのかかりが早いですよね、その後ろに今力王が行きました。力王が、あー、力王も返された。三沢が一人で小橋、秋山、力王投げ飛ばしております。リングに戻った小橋に対して森島ですね、行きました。やっぱりね、チャンピオンの小橋狙われますよね、はい、どうしてもね。シングとタック2つのベルトを束ねています。コーナーに追い込んだ。今の三沢のエルボー重かったですね、場外での。いやー、もうね、エルボー CC だもんね、で顎取られてますからね。手下げり、手下げり、V チョップ行きました。顔面ハイキック、田上選手ね、小林選手相手のとやっぱ目の色が違いますよね、さあブレンバスターを仕掛けたのが田上明、埼玉県秩父出身、小林が捉えるか、小林と田上のブレンバスターの打ち合い、小林が行くか、力が入る、上げた、高々と上げました。耐久時間の長いブレンバスター 10.24 広島、来るなら来いと言わんばかりに力を見せつけております。天井まで届かんか、小林選手の場合 ねこれから垂直落下もありますからね、はい、どっちが来るかわからないっていう怖さもありますね、ためにためて、そして血が逆流しています。まだ落とさない、長いですね、チャンピオンの意地、パワーを見せつけて、でもね、スーパーヘビー級の田辺選手をね、あそこで静止するっていうのはきついですね、それをあえてこの前哨戦で持ってきたという、小橋の心意気も今伝わってきましたね。そうですね、逆水平、喉のあたり、さあ小橋から力王です。この力王の出身地、奈良県桜井市ですが、実は相撲発祥の地なんだそうですね。まあ、紀元前の話になるんですが、はい、大麻の気配と飲みのすくねが初めて天覧相撲をしたということで、国技相撲の発祥地という奈良県桜井市、まあ、この力王も相撲を経験してこの教室の世界に入ってきました、はいはい、
やっぱりねそういう血が騒ぐのか知れないですけどね、やっぱり今日同じ相撲出身の田辺選手と、そうですね、お互いやっぱり相撲同士ですからね、秋山が入ります。大阪府和泉市出身の秋山純です。ブレンバスター、今度は秋山が仕掛けています。腰を落とした、返しました。田植えのパワーを感じるこの試合となっています。田植えから森島、さあ森島が振った、フック、この、ね、大きい体で飛んでいくんですからね、この間ねベルトを取ってねやっぱり自信をつけてますね。そうですね、WAW、ローンハリスからね、はい、見事に奪ってますからね、やはり一つ成長というのがレスラーにはありますかね。やっぱり本人とすごい自信になると思うんですよ、やっぱりベルトを取るってことはね、まあ、シングルベルトですからね。拷問のようにこれはツイストを決めてやってるのね、秋山選手秋山ですよね、この後の倍返し3倍返しが怖いんですが、それでもやはり押さえつけてカバーした、追加と跳ね抜けた、さあ来るぞ、顔色変わりましたね、秋山に気をつけてしまった。昔の、ね、森島選手だったらね、やっぱあそこにいくらためらうところがあったと思うんですけど、そういうの完全に切れてますね。どうですかこの表情を見て、いやもう堂々とやってますよね。エルボー合戦、森島選手も体重があるしね、エルボー重いんですよ、顔面蹴り、2、3歩交代していかないですからね。あ、今ためを作りました、蹴り上げた顎のあたり、森島が行く、取れた、打ち勝ちましたね、秋山を捉えて三沢が入ってきた赤コーナー東軍です。エルボーを落としていく、二人ともレスリングの下地があります。蹴り上げた、この三沢の出身地、はい、越谷を中心とした埼玉県では来年国体が開かれるそうです。西の国真心国体が開かれるということです。そういえば三沢もあの国体で、ね、はい、レスリング制しましたよね。そうですね、この三沢もそして秋山もレスリングの日立が十分にある、その二人の攻防であります。チョークに捉えています。三沢動きを止めました。誰と誰が当たってもやっぱ豪華な感じですよね。そうですね、三沢田植え森島対小橋秋山力王、史上初のノア東西戦出身地別に対戦しております。30分の一本勝負、メインイベントを迎えています。力の勝負、秋山は返そうという構え、スタンディング、ああそうはさせません。ヘッドロック一つとってもすごい、もう体重かけてものすごい絞る方でしょ、さらにこの体勢ですね、もう上から体重乗せてますからね、はい、左の腕を巻きつけて、そしてこのグラウンドの状態に持ってきました。10分が経過しました。30分の一本勝負です。動きを止めている三沢、秋山選手もね手を押さえてね、はい、なんとか外そうとしてるんですよ、でもあれ外れないんですよね。三沢選手がうまい具合にロックしますからね。外れないもんですか、ニュートラルコーナー付近、三沢は手を離しています。エルボー、今のエルボーも重いですね、走って、音が違いました。ジャンピングに捉えた、今日仕掛けの早いですよね、見てるのね、あの田植えもそうですが三沢、非常に今日動きがシャープな感じがするんですが、仕掛けがすごい非常に早いですよね、技のキレもいいしね、田植えが飛ばしたラリアットをかわしています。秋山から力王です。ファンとしてはどうでしょう、浅香さん、はい、小橋と秋山の合体技なんか見たいですね。ギロチンドロップ田植え、3年2ヶ月ぶりにタッグを組んでいる小橋と秋山です。でも、ね、同じコーナーに立っているですから、ね、やっぱりねシングルマッチと違ってね、俺が俺がって言うんじゃ、やっぱ引くところは引いていくところは行かないと、やっぱりね、タッグで力を合わせないといけないわけです、はい、そこをうまい側につけ狙われますから、肩を組んでダブルのハイキック、ワイルド2、森島と力王、6.8 の選手会後楽園ホール大会以来の対戦と普段は組んでいますからね。力王選手もね、森島選手がシングルでベルトを取ったわけでね、やっぱりそれがいい刺激になっていると思うんですよ。あ、同じチーム内で、パートナー同士でやっぱり組んでてもライバルですからね、はい、膝蹴り一発食らわして試合の権利膝に移りました。左小橋、右秋山、あの旗揚げのメインイベントを思い出します。乾いた音、三沢に対して恐れ知らずのエルボーです。ここから引き下がらずに前に行く、力王が放っていく、ファーストキック、
鮮やかスピンキック三沢光晴です。三沢から田上に、田上が場外戦です。珍しいですね、自ら燃えてますね今日田上。さあ鉄柵めがけて田上が力を鉄柵攻撃投げ捨てていきました。やはり一回この田植えというのは火がつくと止められませんよね。止まんないですよね。よく火山に例えられるんですが本当に爆発してしまうと、わ今の本部石でもかなり広島でもね、大噴火するんじゃないですかね。そうですね、10.24 広島大会、この小橋が本田と持ちます GAC タックのベルトに田植え池田組が挑戦します。大体田植え選手がね噴火した時は手がつけられないっていうのは今までの試合で分かってますからね、はい。さあ喉をつかむか、いや抱えていった、ギロチン式トップロープ、反動で中に倒れた。さあ今田植えは小橋を見ていました。見てます、意識してますね、視線が交錯しています。タッチをしようという小橋、しかしその力量が敵陣につかれ連れて行かれました。逃げリフト、スラムコーナーが近いところ、エルボードロップ落としていきます。羽を着た力雄、力雄が掴まり始めました。どのくらいこの力雄が掴まり続けているでしょう。あ珍しいですね、三沢が蹴ってきますね、今のような蹴り方はなかなかしない三沢です。でも三沢選手の蹴りは非常に重いんですよ。あそうですか、僕も食らったことあります、すごい重いですよ。どこにこう体の部分に響くものですか、あの蹴りというのは。いやもうね、もう胸だけじゃなくてね、もう本当に体がね起き上がれなくなるぐらい重いんですよ。それを今このあかかと落とし、今日蹴り技を多めで用意しますね。新たな三沢の一面が見られます。腕を抱えながらカバーしていきました。その三沢の蹴りの衝撃を今力雄が体で感じています。三沢から田植え、今日選手攻撃厳しいですよね、はい。30分の一本勝負メインイベントです。コーナーに飛ばしたキックで迎撃防戦ショルダーアタック、あ田植え回転、田植えを吹き飛ばした、これ勝ちですね。飛ばすと秋山、あ秋山が小橋を指差している。小橋だ、力雄から小橋、15分経過。さあここで田植えを追い込んで大きな胸板、その胸板に向かってマシンガンチョップ、さあ力が入る。兄貴光秀ゆかりの地福知山、今日10月5日福知山城では丹波光秀桔梗祭りが開かれております。さあ田植え返した、小橋蹴りを見舞ってフリーカードロップ、田植え選手コーナーで振ってこの野郎って声かけてますから、かけましたね、気持ちが入ってますよね、はい。王者である小橋、そして挑戦者、ああフネルソン、エルボーで防いだ、あローリングスイングも返していった、読み合いだ、喉をつかんだ、落とし、タイムカバー、秋山カット、小橋のピンチに秋山カット。なんか今の、ね、秋山選手が小橋選手を、ね、カットするなんて普段全く見られないですからね。やっぱり動きでも、ね、気になってしまいますよね、はい。大車輪のハイキック、三沢がコーナーの上、東軍のコーナーの上から、豪華な顔ぶれとなっていますメインイベント。来ました、そのままカバーしていた、やはりチャンピオンは狙われます。頭を掴んで落とした、ニュートラルコーナー、小橋が振っていく、ファーストマック命中、セカンド、こうして見てるとね、やっぱりね赤コーナーの方のなんかコンビネーションがうまくいってるんじゃないかって感じしますけどね。そうですね、赤コーナーも普段組まないコンビなんですが、感じますね、感じますよね。さあコーナーだ、ニュートラルコーナー、小橋が仕掛けるか、強引に持ってきた、流れ式プレーパー力で持ってきましたね。今かなりの衝撃、さあそして小橋から秋山へタッチがかわされました。さあこれが見たかった、3年2ヶ月ぶりタッグ復活、小橋秋山、一段目はダブルタッグでしたね。さあ連携が見られる、小橋が振った、さあそして秋山がジャンピングに返したところに小橋が手下げるチョップ、さあ連携だ、高いと、おっとさあ返します、三沢は返します、エルボー交渉として、ああフネルソン、軽空交錯、ああフネルソン、
小橋が指示を出した。エクスプロイダーハーフメロさんとエクスプロイダーの共演、3年2ヶ月ぶり。いや、お客さんやっぱりね、ハーフメロさんを食らってエクスプロイダーやっぱ食らって見させて今きついですよね。さらに狙っている秋山、逆エルボー、エルボーをかわして後頭部にエルボー、そして顔面に捉えたタイガードライバー、逃げ中央。いやー、何かこの技のオールスターって感じですね。そうですよね。そして森島です。先ほど見事な攻防がありました。森島です、動きいいですね。さあ、森島が加速した、ラリアット、重いラリアット。当然この森島もその先には GAC のシングルというものを見てるでしょうからね。見てるでしょうね。まあ、ステップより少ないってこと本人言ってますから。勝負だ、小橋にショルダー、そして秋山に顔面ハイキック、バックドロップ、かわした、秋山かわしました。そして小橋が入っている、小橋が森島をリングの下、そこに力王が行きました。ワイルド2の2人、今日は分かれて戦っております。おっと、森島1回転、鉄柵の外まで行きました。そこに追っていく力王たけし、首を掴んで力王たけし、戻すか、戻しません。相当な衝撃、腰骨のあたりを強打していきました。リングのリングのニュートラルコーナースター、ようやく戻しました。場外戦で痛めつけて試合の権利のある森島、中に戻されました。カバーしている、ツーカウントです。汗が光る力を、ボディースラム、そして両足を取って体を入れ替えるか、逆蹴りに持っていこうという力をです。さあ、体重が今乗りました。ガッチッと腕で足を捉えて森島をこらえています。森島こらえている、前にちらっとサードロックが今見えました。届くか、ワイルド2の2人の攻防、ロープブレイクです。森島選手も今危ないと思ったからロープ逃げるの早かったですよね。あ、やはり今の入り方違いましたか、ね、重さといい、やっぱり体重がありますからね、力王選手の場合ね、あれががっちり決まるとやっぱりロープ逃げるの難しいですから、入る前に逃げないとね、やっぱどうしてもロープ逃げられませんからね。早いタイミングということで、はい、さあ、小橋にタッチがかわされています。うわー、なんでしょうこの音は、どよめいています。ディファ有明、東京都江東区有明1丁目、もう一度逆水平チョップ、まだです、まだいくか、腕を掴んでキッチンシンク、汗がミストになって飛び出した、2連発、リングの中央に戻して数落とし、やはり重みがありますね。一発一発重いです。チョップ一つにしてもね、はい、森島さん、あの大きい森島選手がね、はい、やっぱりもう下がるぐらいの重さですからね。さあ、そしてリングの中央でヘッドロックも加えていきます、ね、このコブラツイストもね、やっぱフェイスロックも入ってますからね、そして頭を落としていく森島、どうした厳しい状況になっています。先ほどは森島があの秋山に対して拷問とも言える形で持っていきましたが、それを逆に今度は食らうような形となっています。これ、ね、頭を押されることによって、ね、スタミナが落ちるんですよね。スタミナですか、はい、体カバーしている、カバーしている、無理な体勢になりますからね、はい、どうしてもスタミナも、小林さんあれ決めようと思うんじゃない、スタミナをね奪ってね、秋山が今自ら手を伸ばして試合の権利小橋から受けました。さあ、そしてエプロンサイド、冷たく厳しい、おっと踏み越えた、この間が何とも言えず恐ろしい、ギラチン式、やっぱり厳しいですね。あの秋山の出身地泉市っていうのはあの岸和田の隣にあるそうなんですが、はい、泉市にもだんじり祭りがあるそうで、いわばだんじりファイターですね。だんじりファイターですね、結束に、あ、首だ首だ、厳しい攻撃、冷たい攻撃、秋山純一発一発がね、秋山選手と厳しいですよね、はい、ピンポイントできますね、小橋が振りました、逆水平いかさあ、垂直落下、最前列騒然、そこに来ましたチャンピオン、来ました小橋が来ています。
ここまでいい動きが見られている森島、この豪華な6人のタッグの中でどれだけ結果を残せるか。森島、これだけ痛みつけて中で待っているのが秋山ですよ。やろうとしてはちょっときつい、厳しいですね。連続カバー、逃げ口がないですからね。こういった連続カバーってどうなんでしょう。カバーがきついですよ。4連続だ。まだ行く、まだ行く。秋山選手としても110キロ近く、110キロ近くありますからね。その人間がやっぱり連続カバーすれば跳ね返すだけでスタミナロスなんですよ。呼吸も辛いでしょうね。辛いですよね。秋山から小橋、いや失礼、力雄です。秋山から力雄、その連続カバーを受けまして少しスタミナ不安があります。森島振られて、そして力雄の左のラリアット、スタミナがなくなるとね、顎が上がってくる。そうすると今みたいなラリアットやられるとやっぱ入りますからね。せっかく喉元にね、来るときにねグッと力入れることができなくなってくるんですよね。さあ決めるクラッチの体勢、今度はガッツリ入ってます。どちらかといったら体が柔らかい方なんですけど、やっぱりパワー、重さがありますから、力雄選手の場合ね、こんだけガッツリ決まるとロープに逃げるちょっと遠いですね。今田上が入る構えだけ見せました。30分の一本勝負、熱戦となってきています。力雄から小橋、小橋がハンマーを落としていく。あ、逆水平チョップ、この胸を切るかのような鋭い逆水平。しかし森島自身、あ、受けた、やや頸動脈のあたり、拳を握って、あ、けさ蹴りチョップ、秋山を抑えている。ローリングけさ蹴り、前から崩れた、厳しい、返した、なんとか跳ねましたね。返しました。今秋山が頭を押さえて、そしてローリングけさぎりですからね。このフェイスロックも厳しいですよね、体勢がね。もうこれ以上曲がらないというところまで。あ、ご覧の状況、恐ろしい映像となっております。顔面を確実に的確に捉えた。田上選手も、ね、危ないと思ってすぐ入ってきましたね。田上来ました。田上とそして小橋、2人の広島大会 10.24、 もう始まっています。25分経過しました。あっという間ですね。30分の一本勝負です。小橋から秋山、ジャンピングリー、打点が高いですね。さあそして秋山エクスプライダーカバーする。伊沢田上求めない、危ないところでした。西軍の小橋、秋山力雄押しています。振り返した森島、つま先当たり、スカッと。さあ森島から田上、田上ロープに飛んで顔面捉えた。うわ、今の声は田上ですか。田上さんですね。さあ花道で秋山を捉えて、秋山捉える、体重を落とす、返していくか、張っていくか、硬いフロアに行きましたね。気合が入ってます。ハウエの SL 全速力という感じであります。秩父出身秋山、戻した。これリングの、ね、中で食らっても、ね、強烈なのにね、花道ですからね。そしてこの蹴りも角度シャープですね。今日やっぱり、ね、広島大会に向けて絶好調ですよね。仕上がりがいいかもしれません。喉は投げ捨てた。何か音が違います。いつもの田植えと音がまず違います。頭を掴んで三沢が小橋を落とした。リングの中には田植えと、そして秋山、秋山の頭、こちら場外戦。さあそしてガッチリ入ったぞ、ガッチリ入った、ダイナミックボーム、久しぶりに見た、小橋カット、小橋カットです。10.24、 広島で戦うこの両雄、張り合う張り合う、顔面ハイキックは田上、ローリングけさぎり、そして DDT、 この時タッチしましたね今ね。さあそして力雄です。ここに来て西軍優勢、逆サイドに
引っ張り強三沢に一投、三沢が崩れ落ちました。コーナー左のラリアット、喉を掴んだ。タウに対して喉は落とし、強烈な角度。残り時間3分を切ったというアナウンスが聞こえました。30分の一本勝負、張った、左右連発だ。角界出身同士の2人、田上にも魂が込められている。左左やった、田上跳ね起きます。田上のなんか表情も違いますね。聞き島のもありますよ、ね、左左やっとかわしたところ、バックを捉えた、バックドロップ。重い力量を投げ飛ばしていった。残り時間2分となりました。力量を飛び越えて試合を決めるのは三沢か。ニュートラルコーナー振った、逆エルボー刺さりました。もう一度ロボット至近距離、三沢大の字。さあそこで小橋です。さあ小橋か、秋山がカットに入っている。決めるのはチャンピオン小橋か。さあ小橋が力量、そして秋山の背中を押しました。今朝に秋山がコーナーの上だ。小橋と秋山合体、三沢を捉えた、押していく流れ式。さらに力量に指示を出している。力量がいった、ダイビングボディープレイ、小橋カバー。田上森島カット。ここに来て小橋秋山力量西軍をしています。三沢から取るか、垂直か、かわした、三沢かわした。さあスーパー、危ないですよこれ、スーパー小橋が決める。飛ばするスーパースープレックス返しました。ラリアットは強腕だ、狙ってます、狙ってます。エルボー、ラリアットをかわした、エルボー突き刺さった、ローリングエルボー。残り時間30秒、残り時間30秒、三沢カバー返す、小橋返した。さあ時間がない、時間がない、三沢がピッチリとしました。さあエルボー、ランニングエルボー、ランニングエルボーからカバー、右肩上げる小橋、あと一つ、あと一つ、一発で決める技、両雄持っている。ローリング手下げりから、あ、勝負あったか、ここでランナーノア東西戦メインイベント、東軍西軍相譲らず30分、一本勝負引き分けとなりました。30分のドロー、3年2ヶ月ぶりに見た小橋と秋山。さあそして田上明は 10.24 広島 GAC タックに挑戦します。いや激闘でしたね、浅子さん。いや本当ですよね、もう見応え、どれ見ても試合ね、どの対決を見ても、はい、見応え多かったですよね。最後の小橋と三沢の攻防はもうどちらに転んでも分からない。これでね、やっぱりね、青コーナー側のね、3人での攻撃も見れましたからね、はい、この秋山が3年2ヶ月ぶりに小橋とタッグを組みました、はい、3年2ヶ月前は小橋の手を挙げた後、宣戦布告のバックドロップがあったんですが、今日はさすがにないですよね。ないと思いますけどね、30分ドローということになりました。小橋、秋山、ノア旗揚げ以来となりました、タッグを組みました。三沢、田上、森島組対小橋、秋山、力量組、30分のドローでした。激闘を戦い終えた6人、素晴らしい戦いを見せてくれました。小橋は休む暇がありません。大シリーズはシングルとタッグ両方の防衛戦が、そうです ね、 ね、チャンピオンの小橋選手にしては非常に辛いですよ ね、 ね。しかし鉄人小橋、大シリーズも全力ファイトを見せてくれることでしょう。小橋、秋山、力雄、そして三沢、田上、森島、相譲りませんでした。次期シリーズ2つの防衛戦が控えている小橋健太、再三田上の攻撃を受けまして、やはり田上のこう仕上がりといいますか、狙いがいいようですね。そうですね、やっぱり動きもいいしね、技の切りも良かったしね、で何よりもやっぱり
花道でね、のどが行ったってことは、はい、田辺さんのモチベーション高さが高まってますよね。戦い終えた6人、30分ドロー、小橋、秋山、力雄、そして三沢、田上、森島、さあそして秋山が手を出した。今日は握手しそうですね。3、あー、つまりだー、構えなくなった。3年2ヶ月前はこのディファのこのリングで前線復のバックドロップがあった。あれを思い出させる秋山の動き、だいぶドキッとしましたね。しましたね。さあ小橋健太、四方に礼を出しましてリングを後にしようとしています。出身地対抗ノア東西戦メインイベント30分ドローでした。相譲り